このゲームは埼玉スタジアム2002で行われます。ピッチとスタンドの距離が近く、アウェーを戦う対戦相手、ホームサポーターの強烈な重圧を感じざるを得ないでしょう。この時間は日本対レバノン、こちらの一戦をお楽しみいただきます。日本国国歌お聴きいただきます。日本は 4-3-3 のシステムですが、どうご覧になりますか？そうですね、両ウィングが注目になりますよね、はい、ライドに開くことによって中央から相手ディフェンダーを引っ張り出せますし、はい、そこにクロスを入れていくか、あるいは両ウィングはスピードがあるので、やはり切れ込んでいくということも一つの狙いですよね、はい、まあ、あとは何といってもボランチが重要になってくるんですよね。キックオフです。日本対レバノン、立ち上がりですよね、はい、ここをしっかりと固めていかないと自分たちのプレーがしにくくなりますからね。相手よりも先手を取るために、シュート、これはわずかに左でした。日本決定的なチャンスを収めることができませんでした。これをカットします。南野、南野から右サイド、裏のスペースを狙う、いけるか、リボシュート、ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか？いや、チーム全体で非常にうまく攻めますよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、ここになるような見事なカウンターアタックですよね。南野、今シーズン2ゴール目です。さあ、日本、この重要な試合でまず一歩リードしています。サポーターもテンション上がりますし、選手もそれにさらに応えたいという気持ちがあるんでしょうから、ここからまた乗ってくるんじゃないでしょうかね。裏へ届くか、クリーだ、打った、どうだ、このシュート、レバノンとしては先ほどからサイドの活性化が目立ちますけどもね、サイドバックがかなり高い位置まで上がってるんですよね、はい、相手が引き気味になっていくほど、こういった形を取ることが一般的と言われてますけどね。全体的にサイドバックが押し上げるというイメージですね。そうですね、まあ、サイドの厚みは増しますけども、一つ懸念としては味方サイドバックの裏に上がった分のスペースができてしまうので、そこのケアは必要になりますよね、はい、まさにカウンター要注意ってことですね。そうですね、難しいボールでしたけどもね、いや、よく取れましたね。このピンチよく防ぎました。
どこに出してくる。パス低いボール、これは直接キーパーへ。縦へのボール、スルーパスを狙う、うまいですね。自分で行く、スペースを狙う、日本としてはここに来ても無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。これ仕掛けるか、来ましたよ、来た、これは裏を狙っていきます、シュート、ルバロン追いつきました。いいですね、熱い一発になりそうですね。相手のマークをうまく外し確実に打ち込んできました。北澤さん、このゴールどうご覧になりますか。いや、パスの受け方、もらう位置、タイミング、シュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。今シーズンの4ゴール目です。レバノン同点に持ち込みました。素晴らしい攻防を見せてくれてますよね、はい、やっぱり得点が入る試合っていうのはスタジアムが非常に盛り上がりますよね。そうですね、抜けてくる、パスダイレクト、防いだ、ここを拾って次につなげたいレバノン。このクロスは相手選手に当たりゴールラインを割っています。さあラストプレーになるのか。前半前半終了です。非常に動きがあるファーストハーフでした。決定機でした、日本。さあまずは前半が終わりました。お互いシュートシーンが非常に多かった前半でしたね。もっとこう点が入ってもおかしくないようなゲーム展開でしたから、1点ずつ分け合ったという結果から言うと両チームとも納得はしてない前半でしょうね。日本対レバノン、前半は1対1の同点で終了しています。後半です。ファーストハーフはお互いに1点ずつとそれなりにゲームに動きがありました。さあつながるか、ボールの奪い合い激しいものがあります。上田、ミチョラ、上田、裏へのスルーパス、長いボールを送ります。裏を狙う、ディフェンスをものともしません。ないですね。サイドを走る、足元大事に行きます。中人数揃っている、上田、スルーパス、レバノンは選手交代のようです。サイドチェンジ、長いボール縦へ、激しいボールの奪い合い、サイドを使いますか。いい展開ですね。うわ、取らないですね。南野、スルーパスを狙う、
いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますからこの試合どうなるか分かりませんね。レバノンがメンバーチェンジをします。スローインをカットします。両チーム一歩も譲らないというこのゲーム、同点ではありますがこの終盤いつ試合が動いてもおかしくない状況です。そうですね、非常にスリリングな内容になってますけどもね、まだ何かありそうですよね。伊藤、右サイド上がる、ここは中央切り込む、この辺は人に対して厳しくいってますよね。ここはファールです。注意に終わります。およそ30メートルというところです。南野から伊藤、あごか取らないですか。レブリー自身上を口に加えて今試合終了です。1対1、日本8点1を獲得しました。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。選手たちにとってこの結果はいろいろと思うところもあるんでしょうけども、見ている側にとっては目の離せないシーンがいくつかありましたからね。内容自体は良かったでしょうね。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろ放送時間も少なくなってきました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。勝ち点1ずつ分け合うことになります。